新年度が始まり、米沢市の新たな地域おこし協力隊員に辞令が交付されました。今回着任するのは、市の担当者も応募に驚いたというある分野で実績のある外国人です。米沢市の地域おこし協力隊に任命されたのは、ケニア出身のガンドゥ・ベンジャミンさん、32歳です。私は走ること大好きです。いろんなマラソン、駅伝大会出てきました。ベンジャミンさんは日本大学時代に箱根駅伝で2区区間賞を獲得したほか、実業団チームなどでも活躍したマラソンランナーです。マラソンの競技力強化を目指す米沢市が、コーチとして指導ができる現役のランナーを募集していたところ、ベンジャミンさんからの応募があったということです。よろしいですか。まさかここまで超一流の方が、応募してくださると思っておりませんでしたので、素直に、本当かという驚きがまず第一でしたね。はい、2020年8月から先月まで、栃木県壬生町の地域おこし協力隊として、任期中は町内の小中学校などで子どもたちのランニングの指導などに当たってきました。また、国内のマラソン大会に出場し優勝を重ねるなど、現在も選手として活躍しています。米沢市でも同様の活動をすることになっていて、今月末に県内で開催される駅伝大会にも早速出場するということです。低迷する駅伝チームの強化も期待されています。今2日目けど、頑張れ頑張れみんな言ってるけど、優しい人いっぱいいます。いいところです。はい、学校とか子どもたちとか一緒に走るとか、ランニングフォームを教える一番と思います。米沢将来多分明るい、スポーツ明るいと思います。はい。ベンジャミンさんの任期は最長で3年間です。